ですから、でフェリーになれば自由にね、いろいろと見て回りながら、あそうか、そういうところはこのちょっと、あーすあーすって言いながら、ちょっと外出て地球のことかね、あーす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 ビープあーすビープノーマットなんなんカモですカモ、カモわかるよアースもわかるし、なんでわかるけど、なんかわからへん何かわからんことは途中からわからへん、はい、だから何のことかわからなくなる、わからん、まあ、なん夜行バスやから、ね、夜行バスは確かに狭い、狭いし動かれへんし、けどフェリーやったらアース地球の子が出るってって言いながら外出て、ちょっとねビープノーマットノーマットまたこれやってやるのもできるし楽しいと思う。そうそう。でね、夜行バスやったらそのトイレもついてるやつがあたりついてなかった。はいはいはい。フェリーは必ずあるし、お風呂入れるし。ね、お風呂入れるのいいな。それがいいんですよやっぱりね。お風呂入っとこ。お風呂はね、そこで久々に僕もずっとシャワーやから、うん、あの湯船に浸かって、あやっぱり湯船に浸かった方がいいなって思って、ね。湯船侍。ゆっくりこう。そう、水風呂ですよ。そう。よう分かりました。よう分かりましたね、今のゆっくりこう。それ水風呂ですよ。そう、完全に今水風呂に入ってるイメージ。健全冷え出たもんな。侍だ。張り勢いがいいますからね。そうそう。ジャバっていくか、もう何も、全身がこう水に触れてないかのように言えない。触れてんねんけど、はい、触れてない、触れてんのに触れてないかのようになんかゆっくり入ったらマフができるんじゃないかっていう勝手なイメージ。いやいや冷えてる冷えてる。固まったらこう自分の皮膚と皮膚がひっつくじゃないですか。ああ、それでまあ、そうそう、それによって水は最小限の設置面積としてこうグワってやって、あの自分でこの中でこう、ね、熱を逃がさない。ジャム作ってるんですか。エンジン侍です。ここでポンポン汗かくよ、ま、で横からあのガソリンがこう噴射パッパッパッってすごい着火パッて、お前車か侍関係せえやん。エンジン侍車か侍関係せえ。ああ現地の力で居合をしてる。いやいや結局、居合につながるの。居合が早くすごい150居合です。やばい、すごい馬力の単位がちょっと違う。馬力のちょっと単位が違う。しんどい、これ振るだけ。これめっちゃしんどいですよ。あ、しんどい。あ、白星30分過ぎてる。そうですよ。そうですよ。フェリーの合間に、フェリーの合間に終わってるし、なんかあのフェリーの行く前ぐらいのコンティニューコインでずっともうコメントが。そうそんな時もある。マジね。まああのそんな時もある。せやだからあのちゃんと何したかっていう話もして、そう唐突になんか福岡行ってますねみたいなこと言うてる。福岡編。エルさんも福岡編から。福岡行きますね。何もない、マジで。ただ、マジでハロウィン街、ハロウィンを、ハロウィンのにぎわいを見に行っただけ、ザムライ。一人で、しかも一人で。一人か。一人ザムライ。あ、でもまあ、そういうのは一人で行った方が。絡まれザムライ。写真ちょっと、いや、写真ちょっと撮ったザムライ。写真ちょっと撮ったザムライ。クオリティがね、やっぱりね、プロですから、そこは。やっぱタコッとする。なんかえどういうこと？消去法なんですよ。はいはい。綺麗な姉ちゃんがおったらみんなそっちに行けばいいから。はいはい。消去法だから、その綺麗な姉ちゃんがおらんかったら、うん、振り上がるなって。ああなるほど。綺麗な姉ちゃんおるところに行ったらまあ別にあれやけど。なあ、マジで。でしかも僕よりも見た目騒がしいやついっぱいおるから。騒がしい。ね、騒がしいのは多いね。そうそう、で全然クオリティ高い女装もおったし、あーちゃんとね、もうなんかもうこうなんか化粧半分溶けかけてる時に行ってみたいな。全然あかんかったで、まあ、だから来年はちょっとなんかもうちょっとなんか店の宣伝になる。ああなるほどね。何か4周年おめでとうございます。ありがとうございます。
そうですよ、今日ですよ。今日ですよね。あ、違う、日付変わった。あ、変わってるわ、ほんまや。昨日。昨日が。昨日、つい4年前は、はいはい、創業し、ヘラヘラしました、ね。できたー言う。できたーっつって。できたっつって、なんつって。そうそう、できたっつってなん、ま、それから まさか、とりあえずは4年は店をやるとは、多分その時は思ってなかった。あー、なるほどね。多分確実に、ね、なんかどっかに移転を考えてた。してるやん。ありがとうございます。なるほど。そうそう。なんやろうね。気づけば4年。え、僕が来たの、え、ここ来だしたのが去年のそれくらい。夏前ぐらい。何かが、何かが。バグった。なんかバグった。怖っ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんでから。やから2年侍です。2年侍。まあ1年過ぎ侍。1年過ぎ侍です。その前が。ヘルさんとは会ってないで、勝手に店が潰れて、勝手に店を開けて、勝手に店2年くらいやってます。実は。あそこ遠かったもんね。遠かった。ちょっと他の辺に住んでたからね、何も思わないんだけど。ああ、なるほど。あれ、仕入れすんのに命がけですよ。いや、命かけてた。命かけてた。だって、交通量は多いし。なんか仕入れるのいっぱい仕入れなあかんから、もうモリモリになるし、ビジネス街やったよね、前。ほぼビジネス街でしょ。なんかあんなとこでお店やったよう。いや、だから行った時に、こんなとこでやってんねやと思う。逆になんであそこで潰れへんかったの分からんけど、全然。あそこは何年ぐらいやったの？あそこ2年半か3年くらいですよ。あ、そんなやってたんや。やってた、2年半か3年半か。プリシラ、プリシラ、プリシラ、そうそう、このね、カンカラの前はプリシラというね、お店をされてました。ツッコミはないんだったら名前変えたいなと思ってるんですよ。あー、変える？うん、なんか、うん、なんか確かに変えるっていうのも面白いかな、うん、なんやったら1年ごとに変わってて、店長が変わってないっていうのはおもろいかなと思うし一応、やっぱ行政に名前変えるのだけめんどくさいなって。あそれさえ克服したら、僕なんか毎週名前変えたいですよ。いや、そうそう、それありかなってちょっと思ったんですよね。毎週大変やな、毎月。毎月変わってます。黄門様の紋所って名前にした。今思いついたの。黄門様の紋所って。バー、黄門様の紋所っていうのは、意味が分からへんな。紋所行こうってみんなに言われたり、若い女の子とかに、紋所行こうって言われたり。門所行こうとか、肛門とか肛門、絶対肛門やろうね。でも女の子に肛門っていうのはよう言わせへんから、門所っていうのをつけることによって、あの門所の方を選択してもらうっていう。なんか派生していっても、キクさんとかってキクさんっていう感じ。アルバイトのキクさん。アルバイトのキクさん。キクさんとスケベ。わーうっかりスケベ。うっかりスケベだった。うっかりスケベ。あの、あ、おっとって言いながら、なんかちょっとあのムーディーな空気を作ってしまう。うっかりスケベ。ムーディーな空気。ムーディーな空気。そうそう、別になんかやったら触ったりはしない。スケベじゃないんちゃいます？なんやろうな。うっかりスケベ。でそれで。うっかりダンディー。うっかりダンディー。うっかりダンディー。すごいあの胸元がバーンって出て、そこから出るフェロモンがすごい。うっかりダンディーこと。まあまあうっかりスケベ。ふとふとね。カッターシャツを覗いてしまう。覗く。あの昨日見た僕 の、 あの NHK のイタリアのイタリア語講座に出てきたエンツォさんぐらいセクシー。分かる人だけ分かっていない。イタリア人とかね、あそこらの人はやっぱりちょっと豪華客船乗ったらイタリアもあるはずですよ。豪華客船乗るので世界一周のやつ、あれあでも乗ってみたいな。なんかね、やりましょうよ。簡単に言いますね。なんとか金ためよ、まあ、まあまあまあ、まあ、でもそういう残念ながら目標を作ろうかな。3ヶ月ぐらい大阪には帰ってこれないですよ、はい、そうなるよね。あれって超 NG が全部の仕事キャンセルするのかな。それぞれの港を行くんやったっけ。もうそこで寄せしよう。あんまりそこで寄せしよう。いやまあね、いやそういやまあね、あれよ。それぞれの国の言葉喋らなあかんで、まあその国の言葉を関係なくする漫才というかネタがね、あれできりゃ、まあ、正直それっても諸芸というか、おうおうおう、マジックやったりなんかそういうことになるんでしょうけども、映像芸ですよ、映像芸。ああ、だからあのあれですね、パントマイムであるとか、はい、陣内さんとかですよ、結構あっちでやってみましょう。ああ、そうなんですか、実際。まあいい、
だから海外ね、海外も行けたい。豪華客船だけ乗りたい。ねえ、だもう普通にそうわざわざあの海外行かんでいいんですよ。え、日本の周りぐるぐる回るだけでもいいと思う。あ、それでいい、それでいい。だってフェリーのあの豪華さを楽しむもんやと僕は思う。フェリー乗ってて楽しかったのは、すげえフェリー乗るじゃん、すげえフェリー。そう、すげえフェリー。もうすうわーうわー家族すごい、値段見てびっくりしてる侍、値段見てびっくり侍、活目活目したな。それぞれの、太平洋、そして日本海ぐるっと回って、すごい勝海舟みたいな勝海舟みたいな、勝海舟が回ったであろうみたいなね、そういうツアーがあったりも面白いかもしれないですね。なんかね、なんか船の旅楽しかったよ。船も乗りたいし、東京にも遊びに行きたいし。東京には何しに来たらいい？ただ遊びに行きたい。各都市でね、遊ぶってなった時に僕遊ぶことがわからへん。まあでも、まあでも東京には正直人に会いに行くとかね。あ、そうそう、結局挨拶しに行くとかね、動画が多いから会いに行くってなるぐらいかな。東京にあのレプリカの武器が売ってる店に行きたいっていうのは、これ何回も言ってるん、もうだから結局そこなんで、そこだけ行って帰る、そこ行って帰ってもいいですよ僕。あ、でもそれやったらダーッと2泊3日くらい行って、もう国外逃亡するんで国内国内、ああしっかり国外、区外逃亡する、区外に逃亡するんで、もう何の連絡しても無視します。だからもう僕がね考えるのは、はい、完全に各都市に行った時にね、うん、何するかなって思うから、うん、パチンコ屋さん探すのやっぱり結局ここのお店は何があるんだろうっていうねことが、だから沖縄限定の台があったりするんですよ。でももうほんまにその土地土地で、北海道はジャグラーっていうね、うん、あの台がもうほぼメインである、もうジャグラーの聖地と言われる、その台だけがもうたくさんあるようなお店がねあったり、すごい沖縄沖縄でそのオキスロって言われてるそのハイビスカスのね模様が光ったら当たるとか、大体ハイビスカスの模様が入ってるような台がもうたくさんあったりする、そんな中であの野球のバッターだけがこう映ってるっていうね台もあったりする。それ何のつながりがあるんって思うんだけど、まあ、多分そういうアメリカとかから、何、まあ、野球とかっていうのもこう伝わってきたわけじゃない、うん、はいはいはい、だからそれがそういう意味であるんかなとも思うんだけど、だからそこにしかないような台があったりするのを見るのがまた、まあ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 、それは言うたら地域限定の記事を集めてる、そう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 、それでまたそれ自分で体験できるからね。ああ、こんな風に出てくるんが、レバザもらいます。シャッて切っても切ってる切ってもだレバがパカッてお客様お客様店員侍に止められる、あっしゃっしゃっキーンキーンなる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 、はい、あでも。なんか結局そうなってきたりするから、他にでも例えばねそれがなかったとしても、はいはい、やっぱり遊園地とかになるわけじゃないですか。あそこの地域で何があるってなった時、遊園地あったら、あそこだけしかないんや、こうもしくはまあなんか、ね、富士急ハイランドみたいな、あよう聞くところのものやったり、なんか富士急ハイランドがあれでしたっけ、ドドンパとかでした、 あとホワイトサイフのでかいね、うん、やつやったり、なんか東京の好きなところは、うん、大体何してもなんか埋もれるから楽わかりません、この状態でこの状態でフラフラ歩いても何も言わないし、ね、うん、いや別に普通の格好で歩いてても、うん、あ今僕のこと誰も知らんねんやっていう絶対誰も、まあ、その場所ではそうそうそう、今ここで、うん、今ここでなんかおっぱいとかって言っても、おしみとかって言っても、なんもなく、無事に帰れんの。分からへん、それそれ言い出したら、なんか分からへんと思うよ。あのおじさん、変なんですって言われますよ。そうですよって。変なんです私がって言わんとあかんやん。
ね、変なおじさんになっちゃう。そう、危ない。だから、うん、なんかね、ホット感もあるし、まあ、あとは、うん、なんやろ、なんか、もう南にずっとおるから、うん、なんか、違うとこにおるんやなっていう、あー、そう、それが大事やし。ありますね。だから、で、どこどこ行った時に、あ、何々見たりって、やっぱ、南のどこどこ見たり。なんかそんな、あ、絶対心斎橋やんって。あるある。はい、こんばんは。っていうのがしたいかなっていう、うん。だからあれです、だからお弁当食べに行く仕事したとき、大体地方に行くときも、もうそういうホット感がありますよね。あ、遠いところに来た。思えば遠くに来たもんだ、大変だ。あ、遠くへ来たもんだ、ですね。あれ、あれの雰囲気と一緒。だから、なんか、なんやろ、まあ、あとはもう店開けんでいいっていう。開放感。開放がいい。開放感ね。開放がえぐいし、うん、まあ、あとは今は普段会わへん人と会えるという応用もあるし、まあ、あとはあの東京のあの、なんかもじゃもじゃ感。雑多な感じね。雑多感が大好き。実はどっちかっていうと、そういうのも大好き。もう人だらけ、人だらけ、人、ビル、人、ビル、ね、ビル、ビル、人、人、ビル、ヒ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 ル、サムライ、ヒル、サムライ、ヘル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 、ビル、サムライ、ビル、サムライ、ヘル、ビルとサムライの間にサムライ、サムライ、ビル、シャシャ、あー、はい、こんばんは、はい、こんばんは、ありがとうございます。大阪難波で飲みやってます、よしきとかんかの店長です。地獄の遺伝子のヘルドライです。漫才師やってます。侍が肩をまくりました。肩、熱いだろ。熱くなってきました。こたつ、熱いですよ。こたつ切っていいですよ。あ、そうか、こたつついてるの。なるほどね。こたつ切って、肩を開けとった。もう、だから、そういうね、いろんな各地行った時に、うん、他で何か見るかなって思ったら、僕、うん、神社。あー、神社行ってまうな。神社、ここの神社は何の神社でございますかみたいな。そういえば、平野正門のところ、行ってたの、うん、首塚どこ、どこやったっけ、よう聞いたことある。大阪にある。じゃあ東京にあるでしょ。え、ちゃうか。東京、東京に祀られてるとこあるでしょ。へ、あとは、お岩さんも。お岩さんも分かんないと思うけど。お岩さんのやつもう、かぶくもので、もう指さすようところに、かぶくものがあるかどうか。ないですね。そっちにはないか。預かってないですよ。せや、僕が確か多分もう持って帰ってるかな。うん、あ、もうええわみたいな感じで思います。わかるわかる。あの、あれのもうええ、御朱印。あー、なるほどね。いや、御朱印集めも、確かにそういう集めもいいかもわかんないですね。なんやろな、あとはなんか東京はね、うん、あ、でもよくよく考えても、そんなに友達おらへんから、東京に行っても誰も会って、会う人はそんなにいないんですよ。今、会ってくれへんっていう言い方しない。だいぶ、会いますよ、それは。と思います。で、度胸もないんですよ。東京行くからねって言って反応なかったらどうしようって思ってる自分もおるし、あ、めっちゃもうこの感じ分かります、この感じ。あ、分かります分かります。東京行くからねって言ってるのに誰も反応なかって、結局誰も集まらへんから、もう中止っていうのめっちゃ情けなくなった。中止っていうの嫌ですね、確かに、ね。うん、あ、お疲れ、あ、高見坂歩きです。ありがとうございます、ね、アルピー関東来たら。あ、ありがとうございます。10日、10日10日なんかあるんですか。11、あ、沖縄ですよ。え、そうそうそう、僕ら、11月10日に沖縄でライブやりますから。あ、そうです、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。あ、なんかこんばんは。あの、塩ガツオ、うん、あれあれね、あ、東京駅の近くからね、あれね、あの、すごい気に入って、あの、はい、お客さんに出そうと思ってるんですけど、個人的に死ぬほど食ったんで、多分もう半分くらいしかないです。もう半分らしいです。もう半分の。それによってやっぱりあのブクブク太っちゃう。そうそうそう。だってもう茶漬け。え、でもなんか、でもね、僕ね、ご飯ね、1日2合しか食ってないですよ。1日2合。ああ。1日2合やったら全然普通な。普通でしょ。ね、で、で、その考えたら僕だから2合しか炊いてない。絶対に。うん、3合炊いたら3合食べるから。4合炊いたら4合食べるから俺。だからもう炊く分でもう規制してるというか、そうそう、2合にしてそれぐらいで、ね、終わりにしてる感じで。なるほど、なるほど。あ、お久しぶりです。ああ、ああ、お前、え、何、何、何、ああ、お前か、言われ、お前か、てめえ、つこの野郎、この前、まあ、ごらん、ちょ、映ってない、映ってない、半分で言う、半分で、おい、この前、中学生と子供化してんじゃんぞ、お前は、お前、出せよ、お前、ベロベロになって、お前、なんか、アニメ見ながら、アニメのキャラに切れ、切れすぎや、めっちゃ怖いぞ、あれ
あれ気をつけた方がいいと思うぞ。あれあとたまにめちゃくちゃテンション下がった状態でツイキャスするのなんやねん。あれあーお前なんやねん。いやボケほんまバカだれか。バカけお前バカけお前。よしね、ありがとうね。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。頑張っていきます。あ、LINE ライブであやさんお久しぶりです。挨拶だけで失礼します。あ、いえいえハートありがとうございます。あのちょっともうちょっとこっちなんですよ。あ、はい、一瞬だけ伝える。はい、エルさんです。あ、どうもエルトーナでございます。よろしくお願いします。だって班長ってない。班長ってないや。班長って班長ってなんや。班長か。あのカイジ見ててカイジのキャラに班長カイジの敵キャラに、うん、なんか感情移入しすぎて死ぬほど切れるっていうのをダメだよカイジ君。ダメダメだよ。下手送られてきたわ動画が。ほんとついた。ポポヘとか、うん、やっぱああいうの共有していかないと。共有しない、ね、共有しないとダメですから。いや興味わざわざ興味あれ見て僕はどう思ったよ。なんか似かそうっていう人生に似かそうっていう。それはもう完全に僕 ねスロットでもうそうなってます。解放しすぎてますから。欲望の吐き出し方が下手やからスロット。いやいやもう逆にその方がうまいこと言ってるから。うまいですか欲望の吐き出し方が。欲望の吐き出し方そっち。いやいやあの世の中ね、はい、うまくいかないことが多いわけですよ。はい。でも僕にとって今一番うまく自分が考えた通りうまくいかせてんのはスロットです。クソ世の中も全然うまいこといかへんな。もうこういう時どうすんねん。あスロット台がある。スロットならうまくいく。ほらみほらみ誰に言ってんの。誰に誰に言い合いをしてからほらみ大パラパラパラお客様さささ帰った逃げ侍。逃げ侍。逃げ侍。何言ってんねん。何言ってんねんって分からん。分からん。僕も分かんないですよ、そんなもん。いつもこんなんです。最近こんなんです。いつも通り侍してます。最近こんなんです。最近侍です。最近侍で。これぐらいね、はい、解放の仕方のことを言うてるわけじゃない。解放の仕方を教えるんじゃない。そんなんじゃないですよ。4周年もそうですし。4周年でね、無事に迎えましたけど。はい。まあ何も言うことは特に。もうだってあと30年はやるんで。わあ、30年。いやもう長い目で言いましょう。もうわからんよね。そう、僕自身もだって芸人をやって9年。ね、あんまり芸人か。9年、そうよくわからん。あのいやあんまりあれあんまりね、俺がキャストしてる際にヘルがとても下品な画像を送ってきて困ってな。困ってます？ああ困ってんやろお前そんなもん。何送ってんねん。それがお前ツイキャスのところにな、お前僕の画像がポーンと出てくるんやったらその問題になってるかもわからんけど、ああお前の尺度出てくるやんけそんなもんは。あらめるそんなもんやんけお前。見てみるふりみたいなことできるやないかお前そんなもんは。もっとお前もっと先輩パーリニアアラスミラザルピーラやピザピザロピザロゲルギザロゲルギザロお前ピザロゲルニニのゲニのゲイレキセイラサッサッサッサこのキャスで使ったんですか。あ、使いました。見てました。高い使ってるとこ見てました。使ったあかん、はい、使ったあかんと思う。あ、使ってくれるんや。使うの、はい、何の画像ってたんですか。とんでもなく股間が近い画像気持ち悪い気持ち悪い。なんで使ってくれるんやろうなと思いながら、はい、あ、狂ってる。もうね、だから結局喜んでるんですよ。そうやそうや、ね、中学生とコラボキャストしながら、だからそういうのを出した時についていける子はついていってもらって、だいたいついていけへん子っていうのはまだ純なね、そういうあの中学生、ピュアガール、ピュアガールを、ピュアガールしかおらへん。ピュアガール、まあまあな、そうだからそれをもう排除してもらって、そしたらもうね、マグさんの性癖の部分は抑えれる。そういうことね。そうそう、だからそれ見に来てもうてたら、はい、もうすぐマグさん行ってまうから。あ、お前すぐコラボしようって。お前すぐコラボ、お前コラボしてる場所やろお前。別わしがお前そのキスアップのやつをあの送ってやるやろお前。さあ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 、怖へんくなんねんお前。それはそれでええやお前。それでええやろお前に。店長俺のキャス聞いたことない。バレたな。バレたな。いやし、まあやってるっていうことだけ分かってりゃいいです。やってんのくらい。まあ僕自身もそんな、まあ一応通知来るようにはしてますけど。じゃあ分かった。なんだかんだで通知入るようにしときますんじゃ。意外と昼間やってたりっていうのもあったりする。寝てるわ。どこでやってんねん、どのタイミングでやんねんみたいなね。聞い
てへん人間に。そうやな、でもじゃあ中学生とコラボしてるのはしてへんのかね。それね、どうやそやそや、うん、実際どうやそやそや、やったことがあるのかやってないのかっていうのを。ああ、やっとるやないか、やっとるやないかお前は。お前すぐやめてやめて、ここ打ち抜け。あっちではいくらでもやっていい、うん、あっちではいくらでもやっていい、あっちではいくらでもやっていい。コラボキャスできるって言うといてずっとケツばっかり言うここら辺にこう気持ち悪いこうね、気持ち悪いよ。ヘルさんのケツでツイキャスするぐらいやったらもうなんかようわからんチラシ寿司の写真とかにするそれもようわからない僕のケツとチラシ寿司って何なんですか、それ。ケツ、どっちも散ってるし、なんか人生が散ってるから、寿司ネタが散ってるからね、さあですからね。僕のケツとチラシ寿司。チラシ寿司。どっちにしますか、何のタイトルかよう分かんない。ね、それぐらい。あ、もうあと 4分前になってますよ。早くないですか、で気づけばね、うん、なんかまた今日も何の話をしてるか分かんないですが、ワーキャー言うてたっていう。全然、もう1時間で終わり、今日は。1時間終わり侍です。はい、了解です、はい、じゃあ告知を。告知はですね、11月の10日にですね、はい、私がコンビを組んでます、地獄の遺伝子という漫才師、はい、沖縄に行きまして、ね、沖縄編、はい、ね、こちらの方でまた漫才をさせていただきますので、またツイッター上などに、はい、詳しい情報載っておりますので、はい、また見ていただけたらありがたいなと思います。そして、はい、11月の26日日曜日にですね、はい、ナンバ白芸で僕ら地獄の遺伝子の単独ライブが100回目を。おめでとう。え、何時、26日です。26、だから第4日曜日になるんかな。はい、第4日曜ね、最後の週のね、日曜日、こちらで100回目を迎えますので、ヘルさんの単独でありがとうございます。地獄の遺伝子の単独ライブです。はい、もしお時間のある方いらっしゃいましたら、大阪はですね、みそのビルこちらの、ね、2階にありますナンバ白芸で、ぜひともありがとうございます。あ、ね、こういうとこちゃんとね、孫さんねしてくれるんですけど、こういう細かいところを、まあ、言ってみりゃ、中学生の子に見せるからね、あ、この人誠実な人なんかなっていうふうにね、ちょっと錯覚させて、すぐ一緒にコラボさせていただきますので、あ、ぶとうや、あ、100回目ありがとうございます、うん、ね、ぜひとも、11月26日にはナンバ白芸で地獄の遺伝子単独ライブも楽しんでいただけたらありがたいなと思います。よろしくお願いします。はい、そしてあぼし店長、はい、こちら女装でセクシー&キュートな女装パーティーディスコファンタジア、第5回目の11月11日の夜8時半から5時、ポッキーの日で、私、協賛しておりますので、こちらに、すぐってスタッフとして、はい、立って伝います。スタッフとして手伝う、なるほど、ボランティアスタッフとしてねやらせていただきますからね。こちらの方ツイプラで、アクセスしてイベント参加表明で入場料500円引きで、あら、クールな DJ やらクールなライブやらクールな VJ やらクールな人たちがいっぱい集まるクールなイベントなんで、クールってそうなの、まあ、で熱くなった方がいいんじゃないか、ホットな感じでクールで、で場所が心斎橋なので、店からまあまあ近いところにありますので、ぜひよかったら女装とかに興味ありましたらよろしくお願いいたします。よそしてやっぱりね、はい、タンからの4周年迎えました、はい、でおめでとうございます、ありがとうございます、はい、というわけで11月17日18、19の間に、うん、なんかいい感じにワイワイキャッキャパーティーやりますんで、なるほど、よろしくお願いします。11月の1日からの30日もね、全然周年おめでとうつってヘラヘラ来てくれてもね全然ね、それの方がね、やっぱりね、もう なんか関係ない、関係ない、そのポイントで来ることね、気にしすぎたら、実は17、18、19に特別メニューを作るとか言ってるけど、もう実はもう特訓なし、作る、もう第一目でやっといたのかなって、しれっとやっといたのかなって思ってるから、なるほど、ね、もう何も変わらへんから、何も変わんねえから、大丈夫、大丈夫、そうそうそう、はい、100回目のね、僕らの単独ライブも特に何も変わってないような形になると思いますね。正直、4回もしたらな、そうそう、何も変わんねえんだ4年もさらに何も変わんねえんだ、楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう、長生きしよう、長い長生きねはい、ではあと20秒何かありますか。20秒で、そうですね、皆さんの、あ、12月あ、クリスマス、クリスマスも店、はい、
空いてます。年末も空いてます。もう全部今からがもうずっと休みないんで、よろしくお願いします。はい。ますか、それでは皆様、侍になって、侍の気持ちで、また来週、お会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとは、次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください。どうもありがとうございました。